2024年8月、長野県諏訪郡原村原井沢。今回は茨城県84期の競輪選手 OB 大井康平さんのご紹介で、現在長野県原村の村長を務めていらっしゃる茨城県92期の競輪選手 OB 牛山貴博さんにお話をお伺いしました。平原本田選手の印象をお伺いしてもよろしいでしょうか。いや、本当に彼は優しいですよね。そうですね選手が応援してくれる選手じゃないですか。そうです、ね、周りがなんか後輩も先輩もね、はい、頑張れっていうようなね、そんな選手ってあんまりいないんじゃないかな。特にあのクラスになるとどうしてもこう強い人に対しては妬みがあったりとか、まあ、あとは自分中心になるようなところもある出てきちゃうと思うんですね。それはもちろん中心になっていいんですけど、そういう意味で平原は日常生活でもニコニコして、僕にとっては1個下の後輩なんですけど、全然なんて言うんだろうな、変な風にね、なんかこう自分のことを出してこないっていうか、本当にいいやつですよね。そうですね、まあ怪我落車がちょっと最近去年か、はい、本当に苦しんでたなっていうのは、まあ、直接話してないですけど、記事とか見てたりとか成績と走り方とか見ていると、まあ、今もたまに出るんですけど、いやちょっとなんとか頑張ってほしいなと思ってたらダービーこの前取ったじゃないですか、はい、いやあれは本当に嬉しかったですね。まあその日はちょっと絶対みんなから来てるからと思って、僕は 2,3 日4日後ぐらいにちょっと LINE で送ったんですけど、おめでとうって言って、はい、そしたらまあすぐ返してくれたりとか、あとあの選挙の時も当選おめでとうございますみたいな連絡くれたりとか、なんかまだまだ頑張ってほしいなっていう、本当に応援してる選手ですね。そうですよね、はい、平原選手あれぐらい強かったらその強さの立場から物を言ってもいいと思うんですけど、決してそうじゃないんですよね。そうですね、ニュートラルな感覚っていうんですかね、なんかすごい優しい立場から、自分がそういう存在じゃないところから、上からじゃない、うん、そうですね。どうしてもまあその自分の、ね、成績目線で話してしまいがちなところは、まあ、もちろんそれを一切出さずに、そうですよ、ね、どっちかといえばこっち目線で話してくれることもあるっていう、で、まあ、さっき優しいって言ったんですけど、優しさの中にも厳しさはあって、先輩だろうが違うと思ったら、まあ、それちょっと違うと思いますとか普通に言ってくるんでそうだよねってなるよ、助かりますね、あ、助かるんですよ。何でもかんでもがそうだよねっていう感じじゃなくて、いやそれはこうじゃないですかっていうところが、やっぱり素直なところがあるんだよねっていう、やっぱりうまく言えないですけど、あ、いえ、もう本当ちゃんと筋が通ってて、そうそうそう、でそんな平原康太でさえあれだけの選手なのに苦しいことと悔しいことがいっぱいなんですもんね、競輪選手っていう職業は、もうほぼ苦しいんじゃないかなって思っちゃいます。そうですよね、あの古性優作選手のインタビューにも、はい、選手やってればもう苦しいことと悔しいことの連続なのでっていうのを見て、あんだけ一着取ってるのですよねで古性選手のこうレースが見れるっていうこと自体が貴重なことだと思うんですけども、そんな古性選手でさえ苦しい練習とか悩み苦しんでやってるんですもんね。そうですよね、彼のスタイルみたいなのがあるじゃないですか、はい、それをやっぱり守らなきゃいけないっていうところもきつそうですよね。そうですよ、後方にはならないとか、はい、外からでも追い上げてたりするじゃないですか、はい、苦しい場面でもあれすごいですよね、はい、でワッキーが前にいた時は絶好調のワッキーの時だと本当突き切るのがまずは課題みたいなところが、そうですよね、離れちゃってたんでみんな、そうですよね、はい、それにも突き切るっていうようなプレッシャーもあったでしょうしね。そうですよね、牛山さん、脇本選手と古性選手との対戦で印象に残ってるレースとかってありますかね。いやまあほぼ負けた印象しかないんですけど、太刀打ちできなかったなみたいなところしかないんですけど、まあ何回かはいい勝負できた時はあったと思います。すごいですね、あの2人を相手にしなきゃいけないのも大変ですよね。脇本だってあの、ね、木も近いですからヤングランプに行けばいるし、はい、自分の時は深谷もいたんですよで岩本とかもいるし、なんか結構強い、ね、若いのがいっぱいいて、もうちょっと待ってよっていうね、まあ、ヤングランプに脇本と先行争いみたいなして、はい、結局あの出させてもらえなくて、まあ、2人でも結局潰れたんですけど。あ、それではそちらのレースをご覧ください。ヤンググランプリ2010、距離は2025メートル、バンク5周の戦いです。ただいまより発走いたします。今年で節目の10回を迎えた新鋭レーサーの祭典ヤンググランプリ2010、今年は過去最強といっても過言ではない豪華なメンバーが集まりました。さあ周回は残り2周、勝負どころ。
誰がどのあたりから動いてくるのか。1番の深谷が誘導員の後ろで後ろの様子を伺っています。少し車間を空けました。さあ後方から9番の脇本が上がってくる。脇本が一気に叩いて、ここは真っ向勝負だ。誘導員をかわしていくバックストレッチ。1番深谷はすんなり下がった。2番手6番西谷、3番手には8番の坂本、その後ろに5番の牛山です。さあ牛山も仕掛けていった。しかし9番の脇本もここは踏んでいく。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残り1周。さあ9番の脇本、いつも通りの先行勝負。5番の牛山がそこの横まで迫ってきたが、これを脇本自らブロック。後ろには2番の木暮が続いています。その後ろじっくり様子を見ている4番水谷、1番深谷は8番手バックストレッチ。さあ2番木暮が自らまくった。木暮がまくって一気に先頭、その後ろ4番水谷続いている。やってきたのは1番の深谷、3番手横まで上がってきた。4コーナーから直線、木暮先頭だが外から水谷、間ついては三谷、外から深谷が突き抜けた。で結構上作が自分の後ろから優勝した。あ、それではそちらのレースもご覧ください。師匠武田豊樹の目の前でまずは自分がいいレースをしてエールを送りたい。上がってきた1番の木暮、レースセンスの塊、木暮上がってきました。あとは6番の篠原、その後ろ2番7番変装です。あとは4番の牛山貴弘、後ろには9番の神山拓也。神山雄一郎のためにもいいレースをしたいところだ。先頭は4番の牛山、番手は9番の神山拓也、そして1番の木暮康義が3番手、6番の篠原がその後ろ4番手、あとは7番の井原、後ろは3番の姿中段だ。5番の藤野と後ろ離れて柴崎、後方8番手、ラスト8番車。さあ先行は4番の牛山貴弘です。番手絶好神山拓也だ。あと1番木暮3番手、まくったのは井原勝彦、続いてきたのは3番の姿谷口、井原追って姿ですが、さあ2番手混戦、9番3番と混戦だ。先頭7番の井原、後ろは9番の神山拓也、インカレ1番の木暮康義、直線に入ります。おっと木暮が下、6番車も落車。さあ抜け出した神山拓也だ。やっぱヤンググランプリに出れるっていうのはすごいですよね。はい、そうですね。で、その中でちょっと言葉にするの難しいと思うんですけど、競輪選手人生を振り返ってみて、どんなお気持ちといいますか、感想といいますか、牛山さんの競輪人生を教えていただけないでしょうか。はい、これもなかなか言葉に出すのはまあ、もともと苦手なのもあるんですけど、難しいですよ、なんて言えばいいですかね、まあ、でも絶対やってきてよかったなっていうふうには思ってますね。スケートから転向して競輪をやってよかったっていうのはあります。やっぱりいろんな人たちと知り合いましたし、はい、年間に100レースもあんな緊張してね、はい、こう喜んで悲しんでっていう激動の日常の中に身を置けて、しかもまあ自分の練習の成果だったり努力したこととか、はい、もろに反映されるじゃないですか、はい、うん、そういうところに身を置けたっていうのはすごい良かったと思います。成長できたんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん、ありがとうございます、はい、牛山貴弘さん、大変貴重なお話をありがとうございました。いつも競輪ジャーニーをご覧いただきありがとうございます。次回もぜひお楽しみください。